どうも、医者芸人のシュンシュンクリニック P です。どうも、ナルシストドクターのナルピーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はなんか緊急ということで呼び出されたんですけども。そうなんですよ、はいはい、本当にご報告がありますということで。ついにあれですか。何だと思います？医師名返上。違いますよ。違う。違います。本当ですか？もう返上してる。返上してます。あ、そうか。してないですよ。ブラックジャックじゃないですか。いや、実はですね、はいはいはい、この度僕の第2冊目の、はい、お本が出版されることになりました。なんて、40歳過ぎてから、裏口入学する方法を教えましょう。違います。違う。裏口じゃないですから。違います。ちゃんと成功法で入ってます。そうですか。40歳を過ぎると、なぜ健康の話ばかりしてしまうのかっていう、1冊目が、医者のあるあるの、医療あるあるの本だったんですけど、今回はちょっと健康の方に、まあ、医者の側面を出したような本です。40歳になると、ほんま、だって不健康そうな顔してる人が出すもんちゃうでしょ、これ。そうですか、はい、よくこれいじられてますから、ナルティ先生に。いや、でもそのやっぱ40歳とかになると、やっぱりその今までとなんかこう、なんとなくその不調な日が多くなるというか、なんかそういう日がなんか多くなることを皆さん感じると思うんですよ。シュウはあれ何歳でしたっけ？僕は40歳です。あ、なるほど。僕はね、まだあと25年間ぐらいあるんでしょ。嘘つけ。今いくつですか？15。いや、違いますよ。また盗んだバイクで走り出します。尾崎豊みたいに言うな。そういうちょっと健康の話って本当にあの芸人の楽屋とかでも本当に健康の話ばかりになりますし、そういったところにちょっとその読みやすいエッセイ形式でいろいろ見て見ぬふりをしてしまう40代アラフォー、やっぱり自分の体に一回向き合って、確かにね、はい、健康に関して考えていこうっていうような内容の本です。確かにね、やっぱ40超えてからやっぱりいろんな病気のリスクっていうのがすごい高まるし、さら、うんうん、に言えばやっぱり病気が発症してからじゃなくてその前、ね、はい、からやっぱ未病っていうのがやっぱ大切で、うんうんうん、今のその健康な40のうちから気をつけておくこと。例えばさ、大腸がんの検診だってやっぱり40歳になってから便潜血がやりましょうってなってるのは、はい、やっぱり40歳になってから大腸がんのリスクっていうのは高くなるからなんだね。だから検査っていうのも本当はやるべき年齢っていうのがあって、無理に若い時はやる必要性なくて、だからそういった意味で言ってこういう40とか非常にやっぱこれからの社会を支えていく非常に大切な年にとって、その病気になって倒れる前にね、しっかり未病となってやっぱり質問は非常にいい本だと思います。最高の宣伝ありがとうございます。ちょっと後で100万円ね、ちょっと高いな。宣伝費高いわ。ちょっとまだ見てないんで見つけたいですか、はい、あ、なるほど。あ、なるほど。これがあれか、結構食品のこととかについても書いてるんですね。いや、ナルピー先生、まだこれダミーなんで白紙です。あ、そうですか。タモリさんの、はい、あれじゃないんですか、笑っていいですか、最後の。あ、最後のね、これ読んだみたいな。すっごく。いや、でもやっぱりそうなんですけど、やっぱりこうどうしても健康診断になかなか行かないとか、こう見て見ぬふりをしてしまうとか、なんて言うんでしょう、こう病気が見つかるのが怖いみたいな、そういう人って結構いるんですけど、そういったところであえて健康なふりをせずに自分自身の健康に向き合おうっていうような本です。昨日あのコカ・コーラ飲みながらハンバーグ食ってた人が優勢食っちゃうと思う。そんなアメリカ人みたいな。いや、僕マジでコーラ好きですけど、サブウェイ芸人飲んでるんですけど、まあでもそんなね、逆にそんな僕だからこそ言えるような、そう、逆に反面教師にしろって、反面教師のね、はい、みんなの気持ちは分かりますよっていうところなんですけど、まあ確かにね、そういう逆にそういう気持ちを分かる人間だからこそ言える天候本メッセージって絶対あると思いますんで、そうです、そうです、そうです、はい、こう健康、例えば高血圧とか生活習慣病とかそういうようなことに関してだったりとかもそうですし、まあ、健康診断のことだったりとか、あとはそれとは関係なく一般的な話題だったりとか、あとはその美容に関してとか、そういったところもいろいろ書いていますので、あとはそのメンタル的なところ、心の不調についても書いてます。青いしね。いや、青いは関係ないですよ。気持ちブルーじゃないですよ。まあだからいろんなそのことが書いてありますし、本当にあの40代以上だけじゃなく、もう全世代にとってためになることだと思います。これはね、非常にいい本ですよ。やっぱりね、こう、まあ、普通もね、やっぱ教科書だっていっぱいありますけども、はい、まあ、旬のようなどっちかって一般目線のね、実際本当に普通の、まあ、自堕落の作ってる医者だからこそ言える、もっと非常にこう等身大のね、はい、健康的なその本っていうのは非常にやっぱ今の社会にとってニーズがあると思いますので、ぜひね、4月23日今から Amazon でご予約の方ね、よろしくお願いいたします。最高の宣伝ですね、はい、100万円に。いや、高いな。そうなんです、今ナルピ先生が言ってくれましたけど、4月23日発売となります。で、今からもう Amazon で予約できますので、はいはい、概要欄に URL 載せてますので、はい、ぜひとも予約してください。皆さん思いましたか、4月23日ね、春季の命日ですよ、はい、死なねえわ。そう、これ出して死なないです、僕。医者としても死んだ人じゃないですか。違います、違います。これからまだまだやっていきますから、はい、いや、でも本当にためになりますし、はい、
読む処方箋ということで、はい、皆様、はい、ぜひお手に取ってください、はい、嬉しいです、はい、ということで、以上今回僕からのご報告、はい、第2冊目の著書を出すというご報告でした、はい、ということでこの動画が良ければ高評価お願いします、はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、せーの、動画を見ていただいてありがとうございます。ちょっとでもいいなというふうに思ったら、ぜひともチャンネル登録してください。よろしくお願いします。